二次三次プレゼンツ、大体二次三次のラジオ。2時から3時の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか。皆さんこんにちは。今日も元気にガンバーチャルライバー、仕事は言わせませんよ、バーチャルライバーの静香凛です。この番組は2時3時に所属する VTuber が毎週日曜日のだいたい午後2時から3時、月替わりでお届けしていきます。11月のマンスリーパーソナリティは静香凛が務めさせていただきます。よろしくお願いします。先週はですね、ゲストとして参加させていただいたんですけど、11月になりまして、水戸さんからバトンを受け取り、今月は私がマンスリーパーソナリティをやらせていただきます。よろしくお願いします。ということで改めてなんですけど、自己紹介をさせていただきますね。ちょっと軽めに、高校3年生17歳です。8月28日生まれ、来年になっても17歳です。普段は雑談配信とかはあまりしないから、ちょっとラジオにねお呼ばれした時に、あ、本当にいいんですか、嬉しいって思った反面、ちょっと不安な部分が多いんですけど、なんか水戸さんのね配信、水戸さんのラジオを聞かせていただいた限り、ガヤの方がとても優秀な気がするので、きっと勝手に笑ってくれるんじゃないかなっていう淡い期待を持ちながらやっていきたいと思いますので、これから1ヶ月間よろしくお願いします。頑張ります。で、ここからが問題なんですよね。ちょっと最初にトークをしなきゃいけないらしくて、ちょっと面白おかしいこと水戸さんみたいに言えないんですけど、先週もうガンバーチャルライバーってねちょっと言わせていただいたんですけど、これのね期限についてちょっと語らせていただきますかね。こちらが、二次三次を経営する一からの、COO 岩永ちゃんっていう方がとある大舞台で大衆の前で発言した挨拶になりまして、すでに死語と言われてるんですけどでも結構気に入ってます。シズリン結構使ってましたからね。あ、すいません、ちょっとたまにねシズリンって言っちゃうかもしれないんですけど、ちょっと多めに見てやっていただけると嬉しいです。で、意思を引き継いで私がこの後も使っ、すごい久しぶりに使ったんですけど、使わせていただこうかなと思っております。ですが、ちょっと最近ねツイッターのフォローの整理をしていたんですね。結構趣味でフォロー整理とかするんですけど、下の方に順番にタップなんて言うんでしたっけ、あれスクロールするじゃないですか。で、スクロールしてって、元2期生、私は1期生出身なんですけど、元2期生のところに岩永ちゃんの姿を見かけたんですね。そしたらフォローされてなかったんですよ。1年半お付き合いがあるにもかかわらずフォローされていなかったっていう、ちょっとね衝撃的な現状を目の当たりにして、私はそっとフォローを解除しました。だから今はもうほとんど赤の他人状態になっておりますね。はい、こんな悲しい感じで始めちゃっていいのか分かりませんが私の話はこの辺にしておきまして、ゲストも今週も来てくださってますので、早速始めていきましょう。本日もだいたい3時までお付き合いください。二次三次プレゼンツ、だいたい二次三次のラジオ。改めまして静香凛です。今きっとツイッター上では岩永ちゃんが大炎上してね大惨事になってるんじゃないでしょうかでは早速ゲストに登場していただきましょう。今週はこの方が来てくださいました。はーい、ゴブゴブわらべなベージーだよー。やったー、岩永ちゃん強く生きてほしいきっとねそのうち弁明があるんじゃないでしょうか。あ、楽しみにしてよ ねということで、めいちゃん、めいじーちゃんですね。めいちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介をねしていただきたいかなと思うんですけど、よろしいでしょうか。任せろ。二次三次所属、ガンバーチャルライバー小学5年生11歳のわらべなめいじーだよー。どぶどぶよろしく。よろしく。仕事
とは言わせないよ。そうですね、うん、まだつないでいきましょう、ね、そうそうそう、うんうん、こうリレーをつないでいくことによってこう統合組なんだけどわらべらは、うんうんうん、統合組のわらべらも使っていくことによって、うん、もうまだまだ現役だよっていうアピールをねちょっとしずりんちゃんの代わり、あの代わりじゃないね、うん、もう私バトン渡せた感じですねこれじゃあめいちゃんが次また誰かにつないでもらうっていうことで、ちょっと来週からどういう挨拶にしよういやちょっとやっぱやめれば、バトンいいや受け取ってようん、うん、普段はどんな配信をして遊んでますか。そうね、うん、歌配信とか、うんうんうん、まああの FF14 が好きだから、ね、FF14 配信とか、うん、あとあのグラブルっていうゲームがあるんだけど、うん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 、古戦場の時とかは、うん、みんなが逃げないように、うん、逃げないでねっていう雑談配信をするよ、うんうんうん、あのシズリンちょっとねあのあまり詳しく存じ上げないんですけど、うん、なんかよく聞きますよね、古戦場から逃げるなっていうなんか、うん、決まり文句っていうか、古戦場から逃げてはいけないのよ肉を1000個集めるのはノルマだし、うん、肉うん肉、うん、そうあの戦って、うん、あのモンスターを肉にするのよ。残虐みんなね、うん、やってるんだよ。うーん大変なんだね、ちょっと怖い世界ってことなのかな、うん、うんうんうん。でやっぱり私とねめいちゃんの共通点っていうとまあゲーム14、うん、FF14 みたいな FF14 だよ、ね、やっぱりねコラボもね結構させてもらってて、うん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 、もう多分4回ぐらいしてんのかな、私が、怠慢で、うん、怠慢であのコラボ配信させていただいたのはめいちゃんが一番多いんですよ。そうそれを聞いて、うんうん、ちょ嬉しくなったよねあんまりちょっとあのコミュ障だからさ、シズリンさん本当か、そうそうそうもうね、結構めいちゃんから声かけてくれることも多いから、うん、すごい助かってます、ありがとう。一番最初はなんか声かけていいのかなってこう、うん、やっぱ先輩だしねなってたんだけどなんかいつでも声かけてくれていいよって結構フレンドリーな感じだったから、うんうん、優しい先輩ですからね優しいなさすがだなこれからもね14上でもよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あのめいちゃんって結構歌もいっぱい歌ってるよね、うん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 、歌配信も好きだし、あとも、うん、あのね、アニメが好きだからアニソンが好きで、好きな声優さんとか歌手さんとかっているの？いるよ。あれだね、あの女性だったら、うん、あの小倉優衣ちゃんと日高里奈ちゃんが、ちゃんって言っていいのかな、様が、うん、様すごいグレードアップした好きかな、うん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 、いいですね。だ男性だったら、男性はね、うん、好きな方が多くて、うん、選べないけど、うん、あの中村雄一様が様好きかな。いやなんか本当にちゃん付けするキャラだけど、ちょ声優さんのことをね様あがめたてまつってるんですね。あがめたつまばつってる、ね、うんうん、言えてない中村雄一さんはね、あの、うん、FF14 にもね出てるね、出てますからね、出てるね、みんな自由やってね、やってください。てかさ、このさ、ここのさ、うん、スタジオが文化放送っていうスタジオなんだけど、うん、さっきに横でね、うん、あのね、名前言えないけどとある声優さんがなんかいたりとか、なんか声聞こえてきてました ね、 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 ね、すごいよね、うん、ラジオだよ。なんか出入り口のところでもすれ違いましたよね。そう、名前は言えないけどほーってなってた。で、横にマネージャーちゃんもいて、マネージャーちゃんマネージャーちゃんも今、うん、今通ったねって言って通ったねって言ってこうテンション上がってたね、うん、すごいね、こんなところにお呼ばれするなんて ね、 ね、 ね、じゃあねここからリスナーさんからね、お届けいただいたメール神メールがねございますので紹介していきたいと思います。いただいた、ね、よし、いただいたぞ。いただいたぞ。おはがき欲しかったんだけど、はがきはないのかな。先週ちょっとアピールしておいたんだけどはい、ということで1通目読まさせていただきたいと思います。はい、はい、ラジオネーム世界はカタツムリさん、ありがとうございます。ありがとう。しずりんさん、めいじーちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも配信楽しく拝見させていただいております、うん、早速お便りの本題に入りますが、お二人ともゲームをとても愛しておられて、ゲームの長時間配信などもとても多いように思います、うん、自分もゲームは小さい頃からたしなんでいて、今でもとても愛してやまないものとなっています。そこで二人に質問です、うん、ゲームの沼にハマったきっかけのゲームってありますか？お、教えていただけると助かります。だってなるほど。しずりちゃんは？私はですね、あの
あの何でしたっけ、あの リメイク版じゃなくて、なんかパソコン上でできるように改造じゃないな販売されたちゃんと正式なところからね販売されたファイヤーエムブレムが好きですね。ファイヤーエムブレム、うん、紋章の謎とか聖戦の系譜とか結構前のスーパーファミコンの時代に発売されたゲームですね。あ、なるほど ね、うん、ちょっとね最近だとね、あの、うん、なんだろう、最近だとなんかすごいグラフィックじゃないよグラフィックのね、あの進化によって素晴らしいやつとかもあるんですけど、とりあえずしずりはドットのゲームが結構好きなので。味あるもんね、うん、ドットのゲームはね。めちゃんはある、ハマったきっかけ。あらめだね、うん、何を隠そう、 FF14 あら、うん、やっぱりここに帰ってきちゃうんだね。いやそうだ、みんなエオルゼアに帰ろうねもう自宅がエオルゼアですからね。そうよ、うんうん、あのエオルゼアに来てるからね、うん、我らはね、うんうん、それはなんかきっかけがあったとかそういうわけで、なんか CM を見たとか、友達がやってたからとか。あ、そう、友達がやってて、でなんか友達が全然かまってくれなくなってで友達がこんなハマるゲームって何、うん、と思って、うん、やったるかと思ってやったの、うん、面白いよね。そしたらぴったりマッチしちゃったわけだ。そういうことだ。キャラも可愛いしね。ね、確かにね。ストーリーもいいし。はい、うん、世界はカタツムリさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、では、うん、お次のお便りを読ませていただきたいと思います。はい、ラジオネームフェローさん。はい。シズリンさん、メイジーちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。僕は最近寝るときに ASMR 動画を聞きながら寝ています。これが最高にリラックスできてぐっすり眠れて心地よいのです。 お二人がリラックスするために何かやることや、リラックスするために使っているグッズなどはありますか？よろしければお聞かせください。最近寒くなってきているので風邪をひかないようお気をつけくださいね。みんなも気をつけてな。そうだな、うすぐ風邪ひいちゃうからねみんなね。しずりちゃんはなんかあるリラックス、うASMR いいよな。最近ね、本当に最近なんですけど、うん、あのリラックスできる曲を流しながら寝ることが増えたかもしれない。なんか自然音みたいな、自然の音、虫の音とか。あもうちょっといいのなかったの？なんかね、ちょっとそのなんかキラキラした緩やかな曲と一緒に、なんか虫がリリリンリリリンってな、そっちですよどっちだと思ったんですか？カサカサカサみたいな。カサカサとかやだよだ、虫っていうかスズムシだね、うん、そう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 、まあ、スズムシなら許すかなって感じかな。よかった、許された、よかった。え、めいちゃんはアラメダはね、うん、やっぱすごいバーチャルドライアイだから、まばたきがすごい多いんだけど。でも私もめちゃくちゃプチ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 ってやる。本当に、うん、あんまり気にならんね。いや、するよ。本当、うん今はしない、ね、メイジ力入ってるから。それで、あの、うん、だから、うん、よく寝るときは、うん、あの使い捨てのホットアイマスクかな。いいね、うんうんうん、もうね、あの柚子の香りとか、そういい匂いがするやつをね、こう顔にこうやってつけてツヤーってする、うん、するけど、でも、うん、あ、グラブルのスタミナがってなってずらすの、ずらすの、それずらしてせっかく温めていい香り嗅いでるのにずらすんだ、ね、でもずらしてもいい香りするから、あ、いい香りするなって思いながら、香りの方で癒し効果があるってことね。そう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 、なるほどね、そういうことか、そういうことはい、では、はい、たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました、はい、引き続き二次三次メンバーへの質問や、呼んでほしいメンバー、やってほしい企画案などいろいろお待ちしております、うん、宛先は二次三次@joqr.net です。ではここいい、ここいいね、二次三次読みたい、いい、いいよ、読んで、読む、読むわ、うん、え、二次三次@joqr.net joqr.net 言えたよ、うっしゃー、かっこいい、これいいね、うん、二次三次プレゼンツ、大体二次三次のラジオ。ここからは番組のコーナーをお届けしましょう。まずはこちら、二次三次大賞。あまたのバーチャルライバーが所属する二次三次、それぞれに個性があって、みんな違ってみんないいわけですが、この分野においてはトップだなというさまざまな大賞をリスナーの皆さんから募集するコーナーとなっております。おー、今日はね、多分
めいちゃんのめいちゃん宛てのショーをメインで紹介させていただけることになるんじゃないですかね。楽しみだね。ではメールを紹介していきましょう。はい、ラジオネーム焦げた焼肉太郎さん、うん、うん。愛が重たいでしょう。受賞者はわらべめ、わそこからなわらべだめんじさんです。イエーイ、おめでとうございます。わらべだめんじさん、ありがとうございます。すごい噛んで中身がもう一回言いましょうか。もう一回、うんうん、愛が重たいでしょうです、ね、あ、重たいでしょうか、うんうん、あんま嬉しくないな、はい、この賞な。おとぎばらえらちゃんことぎばらちゃんとツイッターでお揃いのヘッダーにするも、ああ変えたら刺しに行くと発言したり、ぐんどみれいさんと2人でコラボの際に他のライバーさんとイチャついてるところを嫉妬の眼差しで見つめていました、だそうですよ。何のことかこれは結構重たいかもしれないですね。重たいかな。え、だって刺すんでしょ。うん、刺すのそれは刺すよね。いや、シスリンは刺せない、シスリンは刺せないかな。え、じゃあ、うん、刺す代わりに何ある。え、まあ、すまん、この振りはちょっとすごく無茶振りだった、ごめんなさい。まあじゃあね、次の対象を発表させていただきたいと思いますよ。こういう感じなの。そう、はい、続きまして、うん、ラジオネームタラレバメイビーさん、デビューから今まで最も年を取ったでしょう。受賞者はわらべだ名人さんです。ちょっと待ってね、内容見ますね。どういうこと。デビュー時は11歳の明治ちゃんだったけど、アニメの趣味やゲームのやり込み具合がバレて、今じゃ11歳3週目と言われているわらべださんが堂々の受賞です。これ不明よすぎるんだよ。ねえ、シズリのせいじゃないから、これはね、ラジオネーム、ね、あのタラレバメイビーさんのね、うん、からの対象で、ふざけてるわね。いや本当にね、33歳ってすごい言われるの。どっからどう見ても11歳では。だよね。ね、うん、ちょっとあの余計に肉がついてる場所がある気がしますけど。うん、いや本当ね、うん。やっぱ鈴宮春日の憂鬱とか、うん、あの辺のアニメって、お、もう個人的にめちゃくちゃ黄金期だと思ってて、もちろん今も。黄金期だけども、別にその旬じゃなくて見る人ばっかりじゃないですもんね。そう、うんうんうん、確か多分2006年のアニメなんだけど、あの、うん、2006年に当時見てたと言ってないからね、うん、我々は。そうですよね。そうよ、そうですよね。なのにその時のアニメが好きだと、うん、え、生まれてないんじゃないですかとか言われるのね。まあ生まれてないですけど。確かにね。ね、うんうん、だから、はい、でも11歳です。はい、わかりました。今回は以上となります。どうでしたか？どれが一番良かった対象でした？どれもダメだね。ああ、わかりました。はい、こんな感じで二次三次メンバーへの賞を送ってください。はい、以上、二次三次体操のコーナーでした。二次三次プレゼンツ。大体二次三次のラジオ、続いてはこちら、バーチャルクリニックイマジン。ここは何かと忙しくなってきたバーチャル業界を救う幻のクリニックイマジン。リスナーの皆さんからは、現実世界では効果がなくてもバーチャルの世界なら健康になれるかもしれない健康法を送ってもらい、二次三次メンバーが処方されるというコーナーです。前回はね、私がね、あの抹茶茶色の草色の肉を食べさせられるという苦行を強いられるというひどい展開でございましたが、ひどいね。ということでメールをね紹介していきたいと思います。はい、お、わらべだ、はい、はい、お願いします。第三次ネーム天海研究生ちゃんからもらいました。反響しりとりというリラックスのできる健康法を考えました。声をエコーにしてもらいながらしりとりをするというものです。んどういうこと。
エコーってなんか神秘的に聞こえてリラックスできると思うのと、しりとりをすることで頭の活性化につながると思います。ぜひ試してみてください。はい、ん OK、 ではしりとりスタート。わらべダメージ、人生ゲーム。ムカデ大好き委員長。あ、うずきこう。うず、あ、これはうんがついてしまう。ルクセンブルク、あ違う、ルクセンブルクじゃないって言おうとしたんだっけ、ウズベキスタンって言おうとしたんだ。ダメだ、うんばっかしつながっちゃう。逆になんかうんやるのうまそう、うん、でもねちょっ と戸惑っちゃってね、ちょっと頭の回転乗らなかったんじゃないかなと思います。活性化できたかね。はい、ありがとうございました。ありがとう。健康慣れたかな、うん、まあ慣れたんじゃない。はい、では次の健康法です、うん、はい、ラジオネーム焦げた焼肉太郎。またお前、またあなたですか。お焼肉。最近流行りの激辛カレー味じゃがりこを2本同時に食べると汗が出て代謝が良くなり健康になれると思っています。いろんなバーチャルな人も食レポをしているので食レポも一緒にお願いします。これ美味しいんだよこれ、食べたくない。なんでなんで。じゃあしずりんちゃんも、はい、2本どうぞ。ちょっと待って、2本同時に食べる。そうそう、しずりんね、わさびとかからしならいいんですけど、あ逆だ、赤い系がね、もう真っ赤っかだもんこれ。あ、よだれ出てきた。せーの。せーの。あれ、いける？もう。いや、美味しいな。なんか、最近ね、辛すごい顔してる。大丈夫？あやたか美味しい。一口目は大丈夫でしたね。これね、結構ライバーの友達とかも食べてもらったんだけど、最初は辛くないんだけど、だんだん来るらしいね。うん、汗かいたもん。本当に？大丈夫かなったのでは？これは体に良くなりそう。体に良くなりそう。美味しかった。あ、ちょっと舌ビリビリするけど。これもらいたいな。今回は以上となります。健康喋れるかな、この後喋れるかな。健康になったね。こんな感じで皆さんが考えた健康法を送っていただけると嬉しいです。以上、バーチャルクリニックイマジンのコーナーでした。でした。大丈夫。二次三次プレゼンツ、大体二次三次のラジオ。二次三次プレゼンツ、大体二次三次のラジオ。そろそろ三次の時間が近づいてきました、番組ではすごいプリプリ食べてる。舌が痛いのに。番組ではリスナーの皆さんからの二次三次メンバーへのメッセージ、各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号105-8002、文化放送超 A&G プラス、二次三次プレゼンツ、大体二次三次のラジオまで。ちょっと鼻水が。メールも受け付けており大丈夫か。メールも受け付けております。メールの場合はすべて、あ、読む、読んでくれる。ちょっと今読むか。メールの場合はすべて小文字で、二次三次 @joqr.net、 二次三次 @joqr.net まで送ってください。最後に二次三次からお知らせです。二次三次オフィシャルニコニコチャンネルで現在放送中の二次三次のハッピーアワーの第4回放送が11月5日20時から放送されます。
第4回放送の出演者は剣持東也、伏見岳になります。また番組後半は会員限定放送になりますのでご注意ください。続いて23時ミックスアップシーズン2のお知らせです。23時公式チャンネルにて毎週木曜日20時より好評放送中の23時ミックスアップシーズン2、次回11月7日の出演ライバーはかなえちゃん、まゆずみかいちゃん、うずきこうちゃんの3名です。お楽しみに。はい、続いて11月1日より23時秋グッズを発売開始しました。有名イラストレーターさんによるオリジナルイラストのパーカー、タペストリー、ステンレスタンブラー、リングノート、ランダム缶バッジ、クリアファイルセットを発売。今回の秋グッズは常設販売となります。ぜひ23時ブースページにお越しください。はい、お願いします。そしてそして来週のゲストも決まりました。おー、乾いとこさんにお越しいただきます。とこちゃん、イエーイ。とこちゃんとは絡みある、うん、よ、ないんですね。あ、でも配信見に行って、あのスーパーチャット投げようと思って弾かれましたね。弾かれた？なんかあの弾かれました。ちょっとね、あのシステムエラーがあって弾かれました。悲しいね。悲しいよ。じゃあ本当に直接、うん、話すのは初めてって感じか。そう、すごい楽しみです。楽しみだね、うんうんうん。じゃあめいちゃん、今日の放送どうでしたか？じゃがりこが美味しかったね。しずりはもう汗だくだよ。あやたか飲んでね。分かった、飲む。それでは今週の第三次ラジオはここまでになります。お相手を務めましたのは静香凛と、そしてゲストのアラベラメイジーでした。ありがとうございます。バイバイ。手を振ってるけど伝わらない。伝わらない。